そのためですよ、神を見ていく生活をするにはいいですか、あなた方はよく監督してって言います。監督っていうのは大概人のね、人のこのこと、野球の監督、サッカーの監督に人のこと、また信徒のこと、同じ信徒同士のことを監督しながらの、その意味と、私たちは神を通して御言葉を通して自分自身をよく監督しなければなりませんよ。それはこの次に、書いてある神の恵みから落ちることがないようにって書いてあるんですよ。これも先週の御言葉につながりますよね。あなたは永遠の命を獲得しなさい。洗礼がゴールではなくて、実は永遠のスタートであって、本当によく善活中なるよくしもべよと神様にお褒めをいただいて天に本当に入るのは、私たちがその信仰というこの切符を持って天に帰っていくかどうかですよ。そしてこのままでいい、そのままでいいっていう歌もありますよ。でもクリスチャンとなったらいかに生きるべきか、そのままでいいってことないんですよ。そのままで神様を受け入れて合格点をくれますよ。あなたは神様を信じて合格点でも、合格点になったらじゃあどう生活していくんですか。あなたは良いことをするために召されたって書いてあるんですから、良い行いを通してクリスチャン生活は向上していくんです。アーメン、アーメン。ですか、ですからそのままでいい、そのままのあなたを愛しているよっていうのは降臨、洗礼までの話ですよねと私は思います。だからそういうところ厳しいところは本当に言わないと教会は本当にダメになってきますよ。いいことばっかりね、あんたそのままでいいんですよ、そのままでいいんですよっていうのはあなたが信じるまでの間のことですよねえ。ってこんなこと僕が言うと、お前が言ってるからね、あれなんでお前説得力ないんだよって言われちゃうかもしれないんですけど、いいですか、祈る時と高台に立つ時はクリスチャンは違うんですよ。私じゃないんですよ、語ってるのは私じゃないの、分かった、だから私じゃなくて上見てください、語らせてる上を見て、あんたに言われたくないと、ほらもうかすみちゃんそれもめえがあんたに言われたくない